はい、こんにちは、お世話になります。トライドの岡本です。皆さん元気ですか？今日は新しいトライドの新製品のご紹介します。このナンバーステイです。2018年以降のストリートボブとファットボーイと、多分スリム、ソフテールスリムもつくと思います。 FXBB とFXFB と FX?S? あ、ごめんなさい、ストリート、ややこしいね、最近のはね。まあ、これつきます。で、もともと純正のこの大きいものがついてると思うんですが、こんな感じのね。で、これを、ボルトを外して、当社のこれに切り替えて、プレートもあの大きいのやと重たいので、必ず当社のこのプレートに変えてください。軽いんで、で変えてこんな形につけれるようにしてます。こう後ろ、ここボルトこれつけてますね。こんな感じです。それをすることによって後ろがほらこんな感じにすっきりになります。ほらすっきりでしょ。でタイヤが、スイングアームが動いてタイヤが当たらないようにギリギリのとこまで持っていってます。だからここのクリアランスがこれぐらいですね。こうしたらいいかな。これぐらいです。タイヤがこう前に行くのでここはあの避けますんで、同じ感じかな。よいしょ。でこの商品なんですけども、普通はこう薄い板で多分2点止めのものが多いと思うんですけど、もともと純正が、ここ2点とこの後ろに、ここですね、ここに2点で4点止めになってるんですよ。だから、同じく複雑な形を鉄板で、折り曲げて、作って、ここ2箇所とここ2箇所で止めるようになってます。フェンダーの間に、入れ込んでしっかり止まるようにしてます。でやはり触れて割れないようにここレールかな、三角形で補強を入れて、ベースがしっかり固定できるように作りました。ものすごくしっかりしてます。で、分けてしまうとダメなんで、ここも補強を入れて全部止めるようにして作ってます。こんな形です。で、ナンバー等もちゃんとボルト止めをされている形をしてます。まあ、これだけしてもやはり後ろに重たいものをつけると良くないので、プレートも、これはプレートアルミで作ってます。だから軽いです。これをつけていただいて、ボルトと全部のセットで販売してます。でファットボーイも他の車種もこの後ろがこの型式のこれと同じ部分にはすべてつくはずです。はい、一個一個手作りなので量産があまりできないんですよ。これ複雑なんで、だから、まあ、月に20個、30個ができれば十分、まあ、できるかな。だから、注文いただいても、ないかもしれない、待っていただかなきゃいけないかもしれないんで、そこはお許しください。こんな感じです。まあまあ、あのいつも応援していただいてありがとうございます。新しい商品こうやってどんどん作っていきますんで、よろしくお願いします。ではでは、また、載せるんで応援ね、よろしくね。はい。